我が輩は猫である。人間が近頃になってようやく運動やら海水浴やらの効能に気がついたようだがそんなことは我が輩は生まれぬ前から知っていた我が輩は当然運動をやる物は握れん金もない猫の身から暗出した灯籠狩りセミ取り、 松滑りかきめぐりという我輩の親式運動を披露し一汗かいたあとは体がムズムズしてかなわん主人をはじめ人間はこういう時手ぬぐいとシャボンを持って銭湯なるところで汗を流すそうだ「それは猫でも入れるところかしらんと」とちょっとその様子を見に行ってみることにしたどれどれ 横丁を左へ折れると、向こうに高い豊岳のようなものが喫立して、先から薄い煙を吐いている。これすなわち銭湯である。我輩はそっと裏口から忍び込んだ。裏口から忍び込むのを卑怯とか未練とか言うが、あれは表からでなくては訪問することができぬものが、 嫉妬半分に生やし立てる繰りとである。昔から利口な人は裏口から不意を襲うことに決まっている。紳士養成法の第二巻第一章の五ページにそう出ているそうだ。その次のページには、裏口は紳士の遺書にして、自身徳を売るのもんなりとあるくらいだ。 わが輩はいは二十世紀の猫だからこれくらいの教育はあるあんまり軽蔑してはいけないさて忍び込んでみると左のほうに松を割って八寸ぐらいにしたのが山のように積んであってその隣には石炭が丘のようにもってあるなぜ松巻まきが山のようで 石炭が丘のようかと聞く人があるかもしれないが、別に意味も何もない。ただちょっと山と丘を使い分けただけである。人間も米を食ったり、鳥を食ったり、魚を食ったり、獣を食ったり、いろいろな悪者食いをしつくしたあげく、ついに石炭まで食うように堕落したのは不憫である。 雪あたりを見ると一軒ほどの入り口が開け放しになって中を覗くとガンガラガンのガーンと物静かであるその向こう側で何かしきりに人間の声がするいわゆる銭湯はこの声の発する辺にそういないと断定したから 松巻と石炭の間にできている谷合を通り抜けて左へ回って前進すると右手にガラス窓があってその外に丸い光景が三角形すなわちピラミッドのごとく積み重ねてある丸いものが三角に積まれるのは不本意千番だろうとひそかに光景諸君の意を了とした。 皇家の南側は四五尺の間板が余ってあたかも我が輩をむかうるもののごとく見える。板の高さは地面を去る約一メートルだから飛び上がるにはおあつらえの上等である。よろしいと言いながらひらりと身を踊らすといわゆる銭湯は鼻の下目の下顔の前にぶらついている。 天下に何が面白いといって、いまだ食わざる者を食い、いまだ見ざる者を見るほどの愉快はない。諸君もうちの主人のごとく、一周三度ぐらいこの戦闘界に30分ないし40分を暮らすならいいが、もし吾が輩のごとく風呂というものを見たことがないなら、早く見るがいい。親の死に目に遭わなくてもいいから、 これだけはぜひ見物するがいい世界広しといえどもこんな気管はまたとあるまい何が気管だ何が気管だってわがははこれを口にするをはばかるほどの気管だこのガラス窓の中にうじゃうじゃガーガー騒いでいる人間は ことごとく裸体である。台湾のせ版である。二十世紀のアダムである。そもそも衣装の歴史をひもとけば。長いことだからこれはトルフェルス・ドレック君に譲ってひもとくだけはやめてやるが。人間は全く服装でもってるのだ。 18世紀の頃大英国バスの温泉場において棒ッシが厳重な規則を制定した時などは浴場内で男女とも肩から足まで着物で隠したくらいである今を去ること60年前これも英国の去る都で図案学校を設立したことがある。 図案学校のことであるから、打体が、打体像の模写、模型を買い込んで、ここかしこに陳列したのはよかったが、いざ開校式を挙行する一段になって、当局者をはじめ、学校の職員が大混客をしたことがある。開校式をやるとすれば、市の祝女を招待しなければならん。ところが、 当時の貴婦人方の考えによると人間は服装の動物である川を着た猿の子分ではないと思っていた人間として着物を着けないのは象の花なきがごとく学校の生徒なきがごとく兵隊の勇気なきがごとく全くその本体を失している 卑しくも本体を失している以上は人間としては通用しない獣類であるたとえ模写模型にせよ獣類の人間とごするのは貴女の品位を害するわけであるでありますから将来は出席お断り申すと言われたそこで職員どもは話せない連中だとは思ったが 何しろ女は東西両国を通じて一種の装飾品である。米付きにもなれん志願兵にもなれないが開工式には各べからざる化粧道具である。というところから仕方がない。呉服屋へ行って黒布を三十五た八分の七買ってきて例の重類の人間にことごとく着物を着せた。 失礼があってはならんと念に念を入れて顔まで着物を着せたかようにしてようやくのこと滞りなく式を済ましたという話があるそのくらい衣服は人間にとって大切なものである近頃は「堕退が堕退が」と言ってしきりに堕体を主張する先生もあるがあれは誤っている 生まれてから今日に至るまで一日も裸体になったことがない我輩から見るとどうしても間違っている。裸体はギリシャ・ローマの威風が文芸復興時代のンビの風に誘われてから流行り出したものでギリシャ人やローマ人は普段から裸体を見慣れていたのだからこれをもって風教上の利害の関係があるなどとは 業も思い及ばなかったのだろうが北欧は寒いところだ。日本でさえ裸で道中がなるものかというくらいだからドイツやイギリスで裸になっていれば死んでしまう。死んでしまってはつまらないから着物を着るみんなが着物を着れば人間は服装の動物になる。 ひとたび服装の動物となった後に突然裸体動物に出会えば人間とは認めない。獣と思う。それだから欧州人、ことに北欧の欧州人は裸体が裸体像を持って獣として取り扱っていいのである。猫に劣る獣と認定していいのである。美しい くしくてもかまわんからうつくしいけだものとみなせばいいのである。こういうと西洋婦人のれいふくをみたかというものもあるかもしれないがねこのことだから西洋婦人のれいふくをはいけんしたことはない。きくところによるとかれらはむねをあらわしかたをあらわしうでをあらわしてこれをれいふくとしょうしているそうだ。 けしからんことだ14世紀ごろまでは彼らのいでたちは四角滑稽ではなかったやはり普通の人間の着るものを着ておったそれがなぜこんなかとな軽わざし流に転化してきたかは面倒だから述べない知る人ぞ知る知らぬものは知らん顔をしておればよろしかろう 歴史はとにかく彼らはかかる異様な風景をして夜間だけは独特たるにもかかわらず内心は少々人間らしいところもあると見えて日が出ると肩をすぼめる胸を隠す腕を包むどこもかしこもことごとく見えなくしてしまうのみならず足の爪一本でも人に見せるのを非常に地辱と考えている。 これで考えても、彼らの礼服なるものは、一種のトンチン管的作用によって、バカとバカの相談から成立したものだということがわかる。それが悔しければ、日中でも肩と胸と腕を出していてみるがいい。裸体信者だってその通りだ。それほど裸体がいいものなら、娘を裸体にして、 ついでに自分も裸になって上の公園を散歩でもするがいい。できないできないのではない。西洋人がやらないから自分もやらないのだろう。現にこの不合理極まる礼服を着て、威張って帝国ホテルなどへ出かけるではないか。その因縁を尋ねると何にもない。 ただ西洋人が着るから着るというまでのことだろう。西洋人は強いから、無理でも馬鹿げていても真似なければやりきれないのだろう。長いものには巻かれろ、強いものには折れろ、重いものには押されろと、そうレロ尽くしでは気が利かんではないか。気が利かんでも仕方がないというなら勘弁するから、あまり 日本人を偉いものと思ってはいけない。学問といえどもその通りだが、これは服装に関係がないことだから、以下略とする。衣服は格のごとく人間にも大事なものである。人間が衣服か衣服が人間かというくらい重要な条件である。人間の歴史は肉の歴史にあらず、 骨の歴史にあらず、血の歴史にあらず、単に衣服の歴史であると申したいくらいだ。だから、衣服を着けない人間を見ると、人間らしい感じがしない。まるで化け物に開口したようだ。化け物でも、全体が申し合わせて化け物になれば、いわゆる化け物は消えてなくなるわけだからかまわんが。 それでは人間自身が大いに婚脚することになるばかりだ。その昔、自然は人間を平等なるものに製造して世の中に放り出した。だからどんな人間でも生まれる時は必ず赤裸である。もし人間の本性が平等に休んずるものならば。 よろしくこの赤裸のままで成長して叱るべきだろう。叱るに赤裸の一人が言うには、こう誰も彼も同じでは勉強する甲斐がない。骨を折った結果が見えぬ。どうかして俺は俺だ、誰が見ても俺だというところが目につくようにしたい。それについては何か人が見て、 とたたまげるものを体につけてみたい。何か工夫はあるまいかと10年間考えてようやくサルマタを発明してすぐさまこれを履いてどうだ恐れ入ったろうと威張ってそこいらを歩いたこれが今日のシャフの先祖である単感なるサルマタを発明するのに10年の長日月を費やしたのは いささか,否かんもあるがそれは今日から古代に遡って身をま米の世界において断定した結論というものでその当時にこれくらいな大発明はなかったのであるデカルトは「世は思考すゆえに世は存在す」という三つ子にでもわかるような真理を考え出すのに十何年かかかったそうだ。 全て考え出すときには、骨の折れるものであるから、猿股の発明に十年を費やしたって、シャフの知恵にはできすぎると言わねばなるまい。さあ、猿股ができると、世の中で幅の利くのはシャフばかりである。あまりシャフが猿股をつけて、天下の大道を我が物顔に横行かっ歩するのを憎らしいと思って、 の化け物が6年間工夫して羽織という無用の長物を発明したすると猿ルの勢力は富に衰えて羽織全盛の時代となった八百屋木薬屋呉服屋は皆この大発明家の抜粒である猿又マ羽織機の後に来るのが袴機である これは、なんだ羽織のくせにと、感んを起こした化け物の考案になったもので、昔の武士、今の官員などは皆この種族である。かように化け物どもが我も我もと意をてらい真を競って、ついにはメの尾にかたどった奇形まで出現したが、退いてその由来を案ずると、 何も無理やりに、でたらめに、偶然に、万全に持ち上がった事実では決してない。皆、勝ちたい勝ちたいの勇猛心の子って、様々の新型となったもので、俺は手前じゃないぞと触れて歩く代わりに被っているのである。してみると、この心理からして、一大発見ができる。 それは他でもない自然は真空を意むごとく人間は平等を嫌うということだすでに平等を嫌ってやむを得ず衣服を骨肉のごとくかようにつけまとう今日においてこの本質の一部分たるこれらを打ち合って元の木阿弥の公平時代に帰るのは狂人の沙汰である。 よし、狂人の名称を甘んじても、帰ることは到底できない。帰った連中を海名人の目から見れば、化け物である。たとえ世界何億万の人口を上げて、化け物の域に引きずり下ろして、これなら平等だろう、みんなが化け物だから、恥ずかしいことはないと安心しても、やっぱりダメである。世界が化け物になった翌日から、 ままた化け物の競争が始まる着物を着けて競争ができなければ化け物なりで競争をやる赤裸は赤裸でどこまでも差別を立ててくるこの点から見ても衣服は到底脱ぐことはできないものになっている。 しかるに今我が輩が眼下に見下ろした人間の一団体はこの脱ぐべからざる猿股も羽織もないし袴もことごとく棚の上にあげて武遠旅にも本来の筐体を注目監視のうちに露出して平々然と談笑を欲しいままにしている我が輩がさっき一大機関と言ったのはこのことである。 吾輩は文明の諸君子のためにここに慎んでその一般を紹介するの A を有するなんだかごちゃごちゃしていて何から記述していいかわからない化け物のやることには規律がないから秩序だった証明をするのに骨が折れるまず湯船から述べよう湯船だか何だかわからないが 大型湯船というものだろうと思うばかりである。幅が三尺くらい、長さは一軒半もあるか、それを二つに仕切って、一つには白い湯が入っている。なんでも薬湯とか合するのだそうで、石灰を溶かし込んだような色に濁っている。もっともただ濁っているのではない。油切って 重たげに濁っているよく聞くと腐って見えるのも不思議はない1週間に1度しか水を買えないのだそうだその隣は普通一般の湯のよしだがこれまたもって透明英鉄などとは誓って申されない天水桶をかき混ぜたくらいの価値は その色の上において十分あらわれているこれからが化け物の記述だだいぶ骨が折れる天水桶の方につったっている若造が2人いる立ったまま向かい合って湯をザブザブ腹の上へかけているいい慰みだ双方とも色の黒い点において 完全するところなきまでに発達している。この化け物はだいぶたくましいなと見ていると、やがて一人が手ぬぐいで胸の辺りをなで回しながら、金さん、どうもここが痛んでいけねえが、なんだろうと聞くと金さんは、そりゃあいさ、いってえやつは命を取るからね、用心しねえと危ないよ。 熱心に忠告を加えるだってこの左の方だぜ。と左肺の方を指す。そこが胃だな。左が胃で右が肺だよ。そうかな俺はまた胃はここいらかと思った。と今度は腰の辺を叩いてみせると金さんは「そりゃ戦先だね」と言った。 ところへ、二十五六の薄い髭を生やした男が、ドブンと飛び込んだ。すると、体についていたシャボンが、赤と共に浮き上がる。金毛のある水を透かしてみたときのように、キラキラと光る。その隣に、頭の剥げたじいさんが、五分狩りを捉えて何か弁じている。双方とも、 頭だけ浮かしてい,るのみだいやあこう年をとってはだめさね。人間も焼きが回っちゃ若い者にはかなわないよ。しかし湯だけは今でも暑いのでないと心持ちが悪くてね。旦那なんか丈夫なものですぜ。そのくらい元気がありゃ結構だ。元気もないのさ。ただ病気をしないだけさ。 人間は悪いことさえしなけりゃ、百二十までは生きるもんだからね。ええ、そんなに生きるもんですか生きるたまあ、百二十までは受け合う。ご一心前、牛込に曲がり縁という旗本があって、そこにいた下男は百三十だったよ。そいつはよく生きたもんですね。ああ。 あんまり行きすぎて、つい自分の歳を忘れてね。百までは覚えていましたが、それから忘れてしまいましたと言ってたよ。それで、わしの知っていたのが百三十の時だったが、それで死んだんじゃない。それからどうなったかわからない。ことによると、まだ生きてるかもしれない。 と言いながら船から上がららかるひげを生やしている男は、キララのようなものを自分の周りにまき散らしながら、一人でニヤニヤ笑っていた。入れ替わって飛び込んできたのは、普通一般の化け物とは違って、背中に模様がを彫りつけている。石見重太郎が大刀を振りかざして、 上ばみを退じるところのようだが、惜しいことにまだ竣工の木に達せんので、上ばみはどこにも見えない。したがって重太郎先生、いささか拍子抜けの君に見える。飛び込みながら、べらぼうに塗るや。と言った。するとまた一人続いて乗り込んだのが、こりゃあどうも、もう少し熱くなくっちゃ。 と顔をしかめながら熱いのを我慢する景色とも見えたが十太郎先生と顔を見合わせてああおやかたと挨拶をする重太郎はああと言ったがやがて民さんはどうしたねと聞くどうしたかじゃんじゃんが好きだからねじゃんじゃんばかりじゃねえそうかい。 あの男も腹の良くねえ男だからね。どういうもんか人に好かれねえ。どういうものだか。どうも人が信用しねえ。職人てえものはあんなもんじゃねえが。そうよ。民さんなんざ腰が低いんじゃねえ。図が高えんだ。それだからどうも信用されねえんだね。本当によ。あれで一発腕があるつもりだから。 つまり自分の損だな。白金町にも古い人が亡くなってね。今じゃ沖屋の元さんと、レンガ屋の大将と、親方ぐれえなものだな。こちとらこうしてここで生まれたもんだが、民さんなんざ、どこから来たんだかわかりゃしねえ。そうよ。しかし、よくあれだけになったよ。うん。どういうもんか人に好かれねえ。 人が付き合わねえからね。と鉄頭鉄尾民さんを攻撃する。天水桶はこのくらいにして白い湯の方を見るとこれはまた非常な大入りで湯の中に人が入っていると言わんより人の中に湯が入っているという方が適当である。 しかも彼らはすこぶる悠々かんかんたるもので、さっきから入るものはあるが、出るものは一人もない。こう入った上に、一週間も止めておいたら、湯も汚れるはずだと感心して、なおよく桶の中を見渡すと、左の隅に押し付けられて、くしゃみ先生が真っ赤になってすくんでいる。 かわいそうに、誰か道を開けて出してやればいいのにと思うのに、誰も動きそうにもしなければ、主人も出ようとする景色を見せない。ただじっとして赤くなっているばかりである。これはご苦労なことだ。なるべく二千五輪の湯煎を活用しようという精神からして、かように赤くなるのだろうが。 早く上がらんと雪に上がるがと、周思いのわが輩は窓の棚から少なからず心配した。すると、主人の一を置いて隣に浮いている男が、八の字を寄せながら、これはちと聞きすぎるようだ。どうも背中の方から熱いやつがじりじり湧いてくる。と、暗に列席の化け物に同情を求めた。 なにこれがちょうどいい加減です。薬湯はこのくらいでないと効きません。私の国なぞではこの倍も熱い湯へ入ります。と自慢らしく解き立てるものがある。いったいこの湯は何に効くんでしょうと手ぬぐいをたたんででこぼこ頭を隠した男が一同に聞いてみる。いろいろなものに効きますよ。 なんでもいいってんだからね、合儀だね。と言ったのは、やせたキュウリのような色と形とお金えたる顔の所有者である。そんなにきく言うなら、もう少しは丈夫そうになれそうなものだ。薬を入れたてより3日目か4日目がちょうどいいようです。今日などは入りごろですよ。と。 物知り顔に述べたのを見ると、膨れ返った男である。これは多分赤太りだろう。飲んでも聞きましょうかと、どこからか知らないが、黄色い声を出すものがある。冷えた後などは一杯飲んで寝ると、期待に小便に起きないから、まあやってごらんなさいと答えたのは、どの顔から出た声かわからない。 湯船の方はこれぐらいにして、いたまを見渡すと、いる,はいるわ、いるわ、絵にもならないアダムがずらりと並んで、おのおのかってしだいな姿勢で、かってしだいなところを洗っている。その中に最も驚くべきのは、あおむけに寝て、高いあかりとりをながめているのと、はらばいになって、溝の中をのぞきこんでいる、 両アダムであるこれはよほど暇なアダムと見える。坊主が石壁を向いてしゃがんでいると、後ろから小坊主がしきりに肩をたたいている。これは師弟の関係上三助の代理を務めるのであろう。本当の三助もいる。風邪をひいたと見えて。 この暑いのにちゃんちゃんを着て小判なりの桶からザーッと旦那の肩へ湯を浴びせる。右の足を見ると親指の股にゴロの赤すりを挟んでいる。こちらの方では光景を欲張って三つ抱え込んだ男が隣の人にシャボンを使え使えと言いながらしきりに長談義をしている。 なんだろうと聞いてみるとこんなことを言っていた。鉄砲は外国から渡ったもんだね。昔は切り合いばかりさ。外国は卑怯だからね。それであんなものができたんだ。どうもしなじゃねえようだ。やっぱり外国のようだ。和党内の時にはなかったね。 島内はやっぱり清和源氏さ。何でも義経が蝦夷から満州へ渡った時に蝦夷の男で大変学のできる人がくっついていったって話だね。それでその義経の息子が大眠を責めたんだが退眠じゃ困るから三代将軍へ使いをよこして三千人の兵隊を貸してくれろというと。 三代様がそいつを止めておいて返さね。なんとか言ったっけ何でも何とかいう使いだ。それでその使いを二年止めておいて、しまいに長崎で女郎を見せたんだがね。その女郎にできた子が和党内さ。それから国へ帰ってみると、 眠は国賊に滅ぼされていた何を言うのかさっぱりわからないその後ろに256の陰気な顔をした男がぼんやりして股のところを白い湯でしきりに立てている腫れ物か何かで苦しんでいると見えるその横に、 年の頃は十七八で、君とか僕とか生意気なことをベラベラ喋ってるのは、この近所の書生だろう。そのまた次に、妙な背中が見える。尻の中から冠蓄を押し込んだように、背骨の節がレキレキと出ている。そうしてその左右に、十六武蔵に似たる形が、 4個ずつ行儀よく並んでいるその十六武蔵が赤くただれて周りに海を持っているのもあるこう順々に書いてくると書くことが多すぎて到底吾が輩の手際にはその一般さえ形容することができんこれはやっかいなことをやり始めたものだと 少々へききしていると、入り口の方に、あさぎ木綿の着物を着た七重ばかりの坊主がぬっと現れた。坊主はうやうやしく、これらの裸体の化け物に一礼して、えい、どなた様も毎日相変わらずありがとう存じます。今日は少々おさむございますから、どうぞごゆっくり。 どうぞ、白い湯へ出たり入ったりして、ゆるりとおわったまりください。番頭さんや、どうか湯加減をよく見てあげてな。と、よどみなく述べたてた。番頭さんは、大いと答えた。和党内は、愛嬌者だね。晴れでなくては商売はできないよ。と、大いにじいさんを激笑した。 わが輩はいは突然このいなじいさんに会ってちょっと驚いたからこっちの記述はそのままにしてしばらくじいさんを専門に観察することにしたじいさんはやがて今上がりたての4つばかりの男の子を見て「坊っちゃんこちらへおいで」と手を出す子どもは大福を踏みつけたようなじいさんを見て大変だと思ったか わあと悲鳴を上げて泣き出す。じいさんは少しく不本意の気味で。いやあ、大泣きか。なにじいさんが怖い。いやこれはこれは。と感嘆した。仕方がないものだから、たちまち気泡を転じて、子供の親に向かった。いやーこれはげんさん。 今日は少し寒いな。ゆうべ大宮へ入った泥棒は何というバカなやつじゃの。あの戸のくぐりのところを四角に切り破っての。そうしてお前の何も取らずにいいんだげな。おまわりさんか四番でも見えたものであろう。と大いに泥棒の無謀を敏ししたが、また一人をつらまえて、はいはい、おさむ。 あなた方はお若いからあまりお感じにならんかの。と、老人だけにただ一人寒がっている。しばらくはじいさんの方へ気を取られて、他の化け物のことは全く忘れていたのみならず、苦しそうにすくんでいた主人さえ記憶のうちから消え去ったとき、突然流しと板の間の中間で、 大きな声を出すものがある見ると紛れもなきくしゃみ先生である。主人の声のずぬけて大いなるのとその濁って聞き苦しいのは今日に始まったことではないが場所が場所だけに吾が輩は少なからず驚いた。これはまさしく、 熱湯のうちに長時間の間我慢をして使っておったため逆上したに相違ないととっさの際に我輩は鑑定をつけたそれも単に病気のせいならとがむることもないが彼は逆上しながらも十分本心を有しているに相違ないことは何のためにこの法外のドーマ声を出したかを話せばすぐわかる彼は とるにも足らぬ生意気書生を相手に大人げもないけんかを始めたのである。もっと下がれ俺の光景に湯が入っていかんと怒鳴るのは無論主人である。ものは見ようでどうでもなるものだからこの怒号をただ逆上の結果とばかり判断する必要はない。万人のうちに一人くらいは。 高山被告郎が山賊を失したようだくらいに解釈してくれるかもしれん。当人自身もそのつもりでやった芝居かもわからんが、相手が山賊をもって自らおらん以上は、予期する結果は出てこないに決まっている。所詮は後ろを振り返って、僕は元からここにいたのです。とおとなしく答えた。 これは尋常の答えで、ただその地を去らぬことを示しただけが主人の思い通りにならんので、その態度といい言語といい、山賊として罵り返すべきほどのことでもないのは、いかに逆上の君の主人でもわかっているはずだ。しかし主人の怒号は、書生の席そのものが不平なのではない。さっきからこの両人は、 少年に似合わず、嫌に傲慢ちきな、聞いた風のことばかり並べていたので、始終それを聞かされた主人は、全くこの点に立腹したものと見える。だから、先方でおとなしい挨拶をしても、黙って板の間へ上がりはせん。今度は、なんだ、バカ野郎。人のお汚い水をぴちゃぴちゃ跳ねかすやつがあるか。 勝し去った吾輩もこの小僧を少々心にくく思っていたからこの時心中にはちょっと開催を呼んだが学校教員たる主人の言動としては穏やかならぬことと思うた元来主人はあまり硬すぎていかん石炭の滝殻見たようにカサカサして しかも嫌に硬い。昔、ハンニバルがアルプス山を越えるときに、道の真ん中にあたって大きな岩があって、どうしても軍隊が通行上の不便邪魔をする。そこでハンニバルは、この大きな岩へ巣をかけて、火をたいて、柔らかにしておいて、それからのこぎりで、 この大岩をかまぼこのように切って、滞りなく通行をしたそうだ。主人のごとく、こんな効き目のある薬ゆえうだるほど入っても、少しも効能のない男は、やはり巣をかけて火あぶりにするに限ると思う。しからずんば、こんな書生が何百人出てきて、何十年かかったって。 主人の頑固は治りっこない。この湯船に浮いているものこの流しにゴロゴロしているものは、文明の人間に必要な服装を脱ぎ捨てる化け物の団体であるから、無論上軌上道をもって立するわけにはいかん。何をしたって構わない。灰のところに胃が陣取って、和党内が清和源氏になって、 民さんが不信用でもよかろう。しかし、ひとたび流しを出ていたの間に上がれば、もう化け物ではない。普通の人類の生息するシャバへ出たのだ。文明に必要なる着物を着るのだ。従って、人間らしい行動を取らなければならんはずである。今主人が踏んでいるところは敷居である。 流しと板の間の境にある敷居の上であって当人はこれから還元輸食炎天活脱の世界に逆戻りをしようという間際であるその間際ですら格のごとく頑固であるならこの頑固は本人にとって牢として抜くべからざる病気に相違ない病気なら容易に矯正することはできまい この病気を治す方法は、愚行によると、ただ一つある。校長に依頼して、免職してもらうこと、すなわちこれなり。免職になれば、融通の喫かの主人のことだから、きっと路頭に迷うに決まってる。路頭に迷う結果は、のたれ死にをしなければならない。還元すると、 免職は主人にとって死の縁因になるのである主人は好んで病気をして喜んでいるけれど死ぬのは大嫌いである死なない程度において病気という一種の贅沢がしていたいのであるそれだからそんなに病気をしていると殺すぞと脅かせば臆病なる主人のことだから ビリビリと震え上がるにそういないこの震え上がるときに病気はきれいに落ちるだろうと思うそれでも落ちなければそれまでのことさいかにバカでも病気でも主人に変わりはない一般訓厳をおもんずという詩人もあることだから 猫だって主人の身の上を思わないことはあるまい。気の毒だという念が胸いっぱいになったため、ついそちらに気が取られて、流しの方の観察を怠っていると、突然白い湯船の方面に向かって、口々に罵る声が聞こえる。ここにも喧嘩が起こったのかと振り向くと、狭いザクロ口に、 一寸の余地もないくらいに化け物が取りついて毛のあるすねと毛のない股と入り乱れて動いているおりから初秋の日はくるるになんなんとして流しの上は天井まで一面の湯気が立てこめるかの化け物のひしめくさまがその間からもうろうと見える「熱い熱い」という声が が輩の耳を貫いて左右へ抜けるように頭の中で乱れ合うその声には木なのも青いのも赤いのも黒いのもあるが互いに重なりかかって一瞬名状すべからざる音響を浴場内にみなぎらすただ混雑と銘乱とを形容するに適した声というのみで他には何の役にも立たない声である 吾が輩は傍然として、この光景に見入られたばかり、立ちすくんでいた。やがて、わーわーという声が混乱の極度に達して、これよりはもう一歩も進めぬという点まで張り詰められたとき、突然むちゃくちゃに押し寄せ押し返している群れの中から、一大長官がぬっと立ち上がった。彼の身の丈を見ると、 他の先生方よりは確かに三寸ぐらいは高い。のみならず、顔からひげが生えているのか、ひげの中に顔が同居しているのかわからない赤面を反り返して、膝かりに割れ金をつくような声を出して、埋めろ埋めろ、熱い熱い、と叫ぶ。この声とこの顔ばかりは、 かのふんぷんともつれあう群衆の上に高く結出して、その瞬間には、浴場全体がこの男一人になったと思われるほどである。超人だ。ニーチェのいわゆる超人だ。魔中の大王だ。化け物の棟梁だ。と思って見ていると、湯船の後ろで、 おおいと答えたものがある。親とまたもそちらに瞳をそらすと、暗旦として物色もできぬ中に、例のちゃんちゃん姿の三助が砕けよと、一塊の石炭をかまどの中に投げ入れるのが見えた。かまどのふたをくぐって、この塊がパチパチとなるときに、三助の半面がパッと明るくなる。 同時に三助の後ろにあるレンガの壁が闇を通して燃えるごとく光った。吾輩は少々ものすごくなったから、そうそう窓から飛び降りて家に帰る。帰りながらも考えた。羽織を脱ぎ、猿股を脱ぎ、 袴を脱いで平等になろうと努める赤裸々の中にはまた赤裸々の豪穴が出てきて他の勲衆を圧倒してしまう「平等はいくら裸になったって得られるものではない」かえってみると天下は太平なもので 主人は湯上がりの顔をてらてら光らして晩餐を食っている我が輩が縁側から上がるのを見て「のんきな猫だな今頃どこを歩いているんだろう」と言った禅の上を見ると銭のないくせに23品おかずを並べているそのうちに魚の焼いたのが1匹ある これは何と称する魚か知らんが何でも昨日あたりお台場近辺でやられたにそういない魚は丈夫なものだと説明しておいたがいくら丈夫でもこう焼かれたり煮られたりしてはたまらん多病にして残膳を保つ方がよほど結構だこう考えて 前のそばにすわってすきがあったらなにかちょうだいしようとみるごとくみざるごとくよそおっていたこんなよそおいかたをしらないものはとうていうまいさかなはくえないとあきらめなければいけない主人はさかなをちょっとつっついたがうまくないというかおつきをしてはしをおいた正面にひかえたるさいくんは これまた無言のまま箸の上下に運動する様子。主人の両学の理合開口の具合を熱心に研究している。おい、その猫の頭をちょっとぶってみろ。と、主人は突然細君に請求した。ぶてばどうするんですかどうしてもいいから、ちょっとぶってみろ。 こうですかと、サイくんは平手で我が輩の頭をちょっと叩く。痛くも何ともない。なかんじゃないか。ええ。もう一んやってみろ。何遍やったって同じことじゃありませんかと、サイくんまた平手でポカと参る。やはり何ともないからじっとしていた。 しかし、その何のためたるやは、治療深き吾が輩にはとんと了解しがたい。これが了解できれば、どうか効果方法もあろうが、ただぶってみろだから、ぶつ君も困るし、ぶたれる吾が輩も困る。主人は二度まで思いどおりにならんので、少々じれ気味で、おい、ちょっと泣くようにぶってみろ。 サイくんは君は面倒な顔つきで「泣かして何になさるんですか?」と問いながらまたピシャリとおいでになったこう先方の目的が分かればわけはない泣いてさえやれば主人を満足させることはできるのだ主人は格のごとく愚物だからいやになる 泣かせるためならためと早く言えば、二辺も三辺も余計な手数はしなくても済むし、我輩も一度で方面になることを二度も三度も繰り返される必要はないのだ。ただぶってみろという命令は、ぶつことそれ自身を目的とする場合の他に持ちうべきものでない。ぶつのは向こうのこと、泣くのはこっちのことだ。 泣くことを初めから予期してかかって、ただぶつという命令のうちに、こっちの随至るべき泣くことさえ含まっているように考えるのは、しっけい千番だ。他人の人格をおもんぜんというものだ。猫をバカにしている。主人の打活のごとく嫌う金田君ならやりそうなことだが、赤裸々をもって誇る主人としては、 すこぶる卑劣である。しかし、実のところ主人はこれほどケチな男ではないのである。だから主人のこの命令は、狡猾の極にでたのではない。つまり、知恵の足りないところから湧いた棒フラのようなものと指示する。飯を食えば腹が張るに決まっている。切れば血が出るに決まっている。 殺せば死ぬに決まっている。それだから、ぶてば泣くに決まっていると、即断をやったんだろう。しかし、それはお気の毒だが、少し論理に合わない。その格で行くと、川へ落ちれば必ず死ぬことになる。天ぷらを食えば必ず下痢することになる。月給をもらえば必ず出勤することになる。 書物を読めば必ず偉くなることになる。必ずそうなっては少し困る人ができてくる。ぶてば必ず泣かなければならんとなると我が輩は迷惑である。目白の時の金と同一にみなされては猫と生まれたかいがない。まず腹の中でこれだけ主人をへこましておいて、 叱るのち、にゃー。と、注文通り泣いてやった。すると主人はサイ君に向かって、今泣いた、にゃーという声は、関東しか,か、福史か、なんだか知ってるか、と聞いた。サイ君はあまり突然な問いなので、何にも言わない。実を言うと、 吾輩もこれは銭湯の逆上がまだ冷めないためだろうと思ったくらいだ。元来この主人は近所合壁有名な変人で、現にある人は確かに神経病だとまで断言したくらいである。ところが主人の自信は偉いもので、俺が神経病じゃない、世の中のやつが神経病だと頑張っている。 近辺の者が主人を犬犬と呼ぶと主人は公平を維持するため必要だとか号して彼らをブタブタと呼ぶ実際主人はどこまでも公平を維持するつもりらしい困ったものだこういう男だからこんな鬼門を細君に向かって提出するのも主人にとっては朝飯前の小事件かもしれないが 聞く方から言わせると、ちょっと神経病に近い人の言いそうなことだ。だからサイ君は、煙に巻かれた君で何とも言わない。我が輩は無論何とも答えようがない。すると主人はたちまち大きな声で、おいと呼びかけた。サイ君はびっくりして、はいと答えた。 そのいは、関東しか福史か、どっちだ。どっちですか。そんな馬鹿げたことはどうでもいいじゃありませんか。いいものか。これが現に国語家の頭脳を支配している大問題だ。あらまあ、猫の鳴き声がですか。嫌なことね。だって、猫の鳴き声は、 日本語じじゃゃないじゃありませんか。それだからさそれが難しい問題なんだよ。比較研究というんだ。そう。と彩君は利口だからこんなバカな問題には関係しない。それでどっちだかわかったんですか重要な問題だからそう急にはわからんさ。と。 例の魚をむしゃむしゃ食うついでにその隣にある豚と芋の煮ころばしを食うこれは豚だなええ豚でござんすふん <laughs> と大軽蔑の調子を持って飲み込んだ酒をもう一杯飲もうと酒漬きを出す 今夜はなかなか上がるのね。もうだいぶ赤くなっていらっしゃいますよ。飲むとも。お前、世界で一番長い字を知ってるかええ。先の関白打状大臣でしょそれは名前だ。長い字を知ってるか。字って、横文字ですかうん。 知らないわ。お酒はもういいでしょこれでご飯になさいな、ね。いや、まだ飲む。一番長い字を教えてやろうか。ええ、そうしたらご飯ですよ。アルカイ・オメレシ・ドノフル・ニケラータという字だ。でたらめでしょでたらめなものか。 ギリシャ語だ。何という字なの日本語にすれば。意味は知らん。ただつづりだけ知ってるんだ。長く書くと、六寸三部ぐらいにかける。他人なら酒の上で言うべきことを正気で言っているところがすこぶる期間である。もっとも、今夜に限って酒をむやみに飲む。 平勢ならチョコに二杯と決めているのをもう四杯飲んだ。二杯でも随分赤くなるところを倍飲んだのだから、顔が焼け火箸のようにほてって、さも苦しそうだ。それでもまだやめない。もう一杯と出す。サイくんはあまりのことに、もうおよしになったらいいでしょう。苦しいばかりですわ。 にがにがしい顔をすなに苦しくってもこれから少し稽古するんだ大町慶月が飲めと言った軽月って何ですさすがの軽月も細君にあっては一文の価値もない慶月は現婚一流の批評家だそれが飲めというのだからいいに決まっているさ バカをおっしゃい。軽月だって、売月だって、苦しい思いをして酒を飲めなんて、余計なことですわ。酒ばかりじゃない。交際をして、道楽をして、旅行をしろと言った。なお悪いじゃありませんか。そんな人が第一流の批評家なのまあ、呆れた。祭祀のある者に道楽を勧めるなんて。 童楽もいいさ。軽月が進めなくっても金さえあればやるかもしれない。なくって幸せだわ。今から童楽なんぞ始められちゃ大変ですよ。大変だというならよしてやるから、その代わり、もう少し夫を大事にして、そうして晩にもっとご馳走を食わせろ。これが精一杯のところですよ。 そうかしなそれじゃ道楽はおって金が入り次第やることにして今夜はこれでやめようと飯茶わんを出す何でも茶漬けを三千食ったようだ吾が輩はその夜豚肉みきれと塩焼きの頭をちょうだいした